するのは靴が鳴る。時代に作られたとってもね可愛い内容ですね。この清水桂さんと廣田龍太郎さんのコンビで言いますと、前に一度歌ったことがあります。童謡タイムで明日という歌とか、それからチーチーパッパーチーパッパースズメの学校の先生は、あのスズメの学校も、この二方が作られた作品なんですね。この歌を歌うとね、私もあのなんか子供の頃の、光景がふーってこう蘇ってくるんですけども、例えば母や妹たちとね手をつないで、歩いてる時とか、それから友達と一緒に、帰り道ね、学校からの帰り道にこれを歌ったりというような、そんななんかね懐かしい記憶がこう蘇ってきます。皆さんもそんな童謡ありましたらぜひ教えてくださいね。今日は靴が鳴るお届けしました。じゃまたね。今度何歌おうかな。